やってきました。なんと日本人のブースがありました。ワクワクワークという形で、日本の、日本人による、日本のイベントをニューヨークでなんと開催しようという方々です。ではこの主催者の、皆さんに お話を伺いたいと思います。どうぞ。初めての、ニューヨークで日本人による、アニメイベントを開催しようと思ってます。多分たくさんいろんなことがあるとは思うんですけども、みんなで、頑張って、日本人の手で手作りのクオリティのある、アニメコンテンツを、発表していければと思っております。よろしくお願いします。どうぞ。これはアニメイベントだけではなくですね、日本の文化を本当にみんなで手作りで作り上げていくものになりますので、皆さんぜひブルックリンに遊びに来てください。いいですね。やっぱり夢があるイベントにしたいので、ワクワクする感じで行っていきたいと思います。ワクワク、そういうことですね。はい、はい、そうです。はい、楽しいこと盛りだくさん、美味しいものもアニメなどたくさんあると思いますので、皆さん来ていただけると嬉しいと思います。ありがとうございます。なんとこの中に実はゲストの中にちょっと見せていただきたいんですけど、私の知り合いの小山先生もいらっしゃるみたいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。 Thank you。 ここは会場でした。